皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、長らく触っていなかった門縁の塔の4つ目と5つ目をいきたいのですが、あと2つのところですね。そうです。チーム編成を見ると、はい、まあ、今私が火で組めるパーティーってこんな感じなんですよ。引っ張で1ヶ月前ぐらいに門縁の塔の1から3をやってた時は、はい、こちらのパーティーで挑んでいて、うん、2つ空いてるじゃないですか。ここの2つは31ダブルビリットと、はい、メカドンが入ってた。あ、今ちょっといなくなってしまいまして、あれ空き枠、空き枠になってしまいましてあの時のパーティーを再現しようと思ったら再現できなかった。できない、あ、切ない。でこちらのパーティーで行こうかなと考えておりますと。フレンドの設定をしましょう、はい、まずは4つ目のダンジョンに参ります。こちらで、ほう、副属性、水がないですけど、水がない状態で4色のみで無理やり、あれ、そっか、4色しかないんだったらむしろ光って4倍、光ホルスって4色4倍、4色4倍、ああ、だったらいいや。これでご利用ししましょう。参ります、挑戦。でもこれ変換しないと決まんないですね。はい、変換しないとないです。なるほど。いくぞ。はい、じゃあ変換まではもう地道に、あ、そう、スキルをね、スキル貯まるのを待つ。なんか辛い感じ。はい、ただ闇で攻撃できるので地味に攻撃にそこそこいけるんじゃないかなみたいな。なんか意外と強いアレス。だってアレスの攻撃力は全モンスター中ナンバーワンです、うん、アレスの副属性だけで抜けるとは思ってはいない、うん、当然ですけどね、はい、ただ可能性はあるという。いや、どんだけこの後のホルスがね、ご利用しできるんだっていう分からない。その私もやってみたことがないので分かんないですけど、てかこんなにスキルも貯めずにポンポン進んでてもいいのかな。まあいいのかな。6バトル7バトルが防御力も高い。でも防御力が高いっていうだけで別に瀕死のダメージを与えてくるわけではないからね。だ、そうですね。だってこのパーティー18000、あ、そう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 のだよ。そうかそうか、様子を見計らって変換してガッと一気にいくと。そう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 、なるほどなるほど。まあ、ただ回復だけ気をつけないといけないみたいな感じ、うん、枯渇するとね。あと威嚇もあるしね。ここら辺ぐらいから微妙にスキルを貯めるモードに行きましょうか。さっき私鼻が異様に伸びるんですよ。あら、花粉の時期は終わりました。うん、でも私なんかわかんないですけど、ここ最近異様にパズル上手くなってない？パズル上手い。なんかパズル上手いですよ。どうしたの？なんか解き放たれた感じ。解き放たれた感じ。何かからプレッシャー、何かから。なんやろ。うん、羽が生えた。自分でもちょっと不思議な感じなんでございますよ。なんか余裕があるの、滑らかでね、うん、早いし。萌えの塔はなんだろうな、普通のノーマルモンスターの攻撃とかでやられる感じはしないよね、うん、そのボスモンスターでもなんか回復さえしっかりしていればやられる感じをそこまで受けないんですよね、うん、6でここかな、ここですね。こいつや、こいつが防御力が54000、で水はない、まあ火属性で54000抜く必要がある、うん、でフォルスの4色を決めたい。あ、真央先生、はい、これ何の苦労もなくいってしまうかもしれない。お、来た、攻撃耐性火、ほらきっちり4色、バッチリですねこれで、はい、火で1、2、3、4、5、6、7でしょう。
火で煮込んぼか。これもしかしてこのまま決まるんじゃねえか。お、火で煮込んぼで4倍、 2.5 倍と4倍でしょ、はいはい、あ、アレスが2倍でホルス4倍でしょ、はい、これ決まるで。いきます。はい、これで、うん、どうだ。ほら、すごい、ホルス。なんだ、来ました、トレント。こんなひどいパーティーで来れるんだな、モエンノと。ひどいパーティー。威嚇を使っておこう。はい、威嚇。あと5からの8ってすごいですね。えらいことやで、はい、で、ホルスを連れてきて、この4色しかない、複属性含めたこの4色しかない時点で、はい、あのドロップ変化火。あ、水を火だ。え、これめっちゃ良くないですか。だって複属性水ないんだから。で、木が火になって回復が木になるんだよね。お、これでええやん、行くぞ。ホムラ、はい、待って待って待って、木が火になる、回復が木になるでしょ。回復が3つあるから木になるよね。で、いい、発動からのドロップ変化器で水が火に発動。あれ、もう終わった、この動画終わったな。はや、あら、あまりにもあっけらすぎて。マジですか、手応えのない戦いになったぞこれ。参ります。はい、行きます。つながってる、すごい、つながってる。大丈夫大丈夫、つながっていい、つながっていい。あー楽しい、これだけあればいける。すごい、めっちゃ面白い今の。予想が、結構予想が。おめでとうございます。あだす、アレス強いな。強かった。てか私の持ってるモンスターのこのスキルのこの噛み合い方がやばいな、はい、ねえ、バランスいいですね、変換の。素晴らしい。もう一個いきましょう、最後のところいきましょう、最後のところ、この猛炎の塔のラストがこれか。美しき飛剣炎剣炎剣炎剣美しき炎剣。フレンドの設定をします。いつものこのね、漢字に対してのこの自信のなさ。はい、フレンドの設定が終わりました。私はですね、フレンドにあと一人、このパーティーで言うとあいつがいるんですよ。赤オーディン。オーディン、はい。で、赤オーディンもとてもいいよね、アレスとの相性というか。たださっきあんなにうまくいってしまったので、はいはいはい、もうこれは光ホルスで押し切れるなとの判断のもと、うん、光ホルスで、アレス光ホルス。ただ皆さん改めて見てほしいんですけど、このメンバーのサブの低レベルさ。ライダー進化してないでしょ。低レベル、ライダー一個も進化してないでしょ。火の魔剣士なんて、炎の魔剣士だっけ、フェニックスナイトレベル20、はいはいはい、ギガンテスレベル43で、このパーティーでさっきあれだけスムーズな戦いが決まりましたからね。これでいってみましょう。はい、参ります。私これクリアしたら魔法石出てきて10個やった。あ、すごい、何もしないけどな。このパーティー HP が高いのいいですね。もうね、アレスの火属性2倍が効きすぎてる、はい、うん、てかアレスすごいよね。アレスすごい。私アレス、お、いい音、うまい。アレスで、なんだ、未来パーティー予想みたいなものをいろいろ考えるじゃないですか、はいはいはい、うん、でいろいろ計算をしてると、アレスフレイとかで、はい、そのサブモンスターとかバーってレベル最大とかするじゃないですか。あの HP5 万とかいくんですよ。すごい。でフレイが回復2倍もあるんで、いわゆるあれですか、242。そう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 、242。微妙に自信ないけど多分242。攻撃4倍の回復も2倍。そう、そりゃね、アレス強いって言われるわ、うん、びっくりしたんです。で最近私があのレアガチャとか引いても、はいはい、
火のモンスターばっかり出るじゃないですか、うん、出ますね。武田ね、村雲、武田村雲しかり、チカちゃんしかり、これは完全に、あこれは完全に、はい、アレスが火のモンスターを呼んでいるとしか、うんうんうん、仲間を集め始めた。そう、私のボックスにいるこのアレスがあからさまにその優秀な火属性モンスターを集めに行ってるとしか思えないような最近のレアガチャの引き。そんなことしてくれなくてもいいんだけど。いやでもこれ本来アレスの HP2 倍がなかったら99999じゃないですか。そうですね、怖いシーンですよ、うんうんうん、もう今の私たちのテンションで言うとあれです、もうスキルダメみたいな、はいはいはい、位置づけにすらなってますよこの人、この人がね、この仮面さんは。いやでも本当引っ張って育ってみたいな、うん、引っ張でいつか何かをしたいみたいな、なんか気持ちもあるんですよ、はいはい、ゼウスバランスパ作ってきて、はい、あとそのサンダルフォンパとか、うん、いろんなパーティーを作ってるじゃないですか、はいはいはい、パイプパとか、そうそうゼウスパとか、うん、ヒパはねちょっとね非常に興味がありますね。属性パってなかなかね今まで村井さんない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 、ね、タイプパでしたね、うん、タイプパばっかり。ここで一回ねそのあ来ました、ウィルオウィスプ5バトル目で。マオ先生これまた再びタイタン一撃で終わるパターンじゃない。おお色もありますしね。攻撃体制発動。しかも全体攻撃も入れれるから火で、はい、火の全体と4色、火の全体と火の2コンボ4色。え、そこもすごい。行きますぞ、はい、ここの光から参ります。うわー、うまい、今のうまい、完璧。いや、完璧。これ、一撃ポルスで11万出てる。あ、まだ全然終わってないのね。はい、まだ全然途中ですね。途中だったのね、はい、ここ全10バトルですね。なんだ、結構長いな。わし、てっきりもう終わったものぐらい思ってた。すごいな、このパーティーでいけるんだな。わし、今回ばかりはね、実は苦戦するんじゃないかと思ってた。あー、一色ないだけでこの落ち込みもすごいな。そうですね、順調に萌えの塔をクリアする、はい、雰囲気あるな。あー、たくさん消したいな。すごいよね、この副属性のみで、副属性しかゴリゴリ当てられない、副属性のみでゴリゴリこう攻略をしていく。うん、ちょっと映像が乱れている。あ、本当だ。頑張れ。参りましょう。じわじわ削ってもいいレベル。良さそう。あら、これじわじわだと遠いな。まあ、ちょっと遠いですね。遠いですけど、攻撃そんなに大きくないんで、もうちょっとだけ耐えるか、もうちょっとだけ頑張るか。ただどこかでなんか耐えられなくなりそうだけど、うん、この8、9、10と、あ、9も続くの。9はさっきのフレンドが出てきますね。最後がミネルバです。最後がミネルバか、はい、きついな。
じゃあスキルは温存したいんだな。ただスキルの温存でこのデーモンは遠いぞこれ。じわじわ。アレスのスキルってなんだっけ。ダブル攻撃耐性。おー、水と回復をヒドロップに変化。それでいこう。じゃあ水をちょっと取っといて、水と回復をヒドロップに変化な。水と回復をヒドロップに変化。よし、すごい。それ以外、あ、おお、いやでもこれでいいだろう。アレスを使わせていただこう。はい、ダブル攻撃耐性発動だ。すげえなこれ。年間祭り、火で何コンボ作れるんだ。行くぞ、はい、ここから行きます。そこ、はい、あれ1、2、3、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 
そうです。見せてあげよう。はい。参ります。行くぞ。はい。これだ。え？火の五コンボ。え？見た。綺麗にミルフィーユしたんだ今。すごい。アルスでどこまで？完璧。そう、最初ホルス使わないのかなと思ったんですよ。けど五コンボを優先したんですね。でこれは色を、はい、ハートをちょっと欲しいですね。もうあと何個か。はい。ギガンテス使うってことですか？ギガンテスを使ってここは仕留めたいですね。はい。なので闇と木と火をこれだけ消しておこう。オッケー。これでギガンテスだ。はい。スムーズすぎるな。攻撃耐性比滑らか。発動。なんだこれ。都合いいな。うん。行こう。参ります。これで。ああ、いい2コンボ。あ、落ち込んが一切来ない。行け。素晴らしい。素晴らしい。なんか全く危なげない戦いでしたよ、ここまで。恐ろしいな。ねえ。威嚇。発動。どんどん行こう。ダブルドロップ変化。ドロップ変化比。あ。あ。光ドロップない。クソクソ調子に乗った。失態だな。やってもたな。落ち子を狙おうか。はい。やってしまったな。落ち子を狙います、はい、ここからいきます。うーん、もったいないことしてしまった。これ下手したら1回で倒せてたのにな。ここに光あれ。さあまだ。あー、おー、それでもめっちゃ削った。結構いったな。やばい。ギガンテスとか来たらそうだな。ただこっから先は、はい、きっと真央先生はアルスパの弱点を見るかもしれない。あー、なるほどなるほど。あー、要するに、はい、回復力のなさ。お、ハード大事に。そう、どうせ、あー、そして全て消える。どうせダメージを大して与えられないのであれば、せめて回復ドロップを大切にで消える。なんでそんなにたくさん消えるんだ。めっちゃ消えてる。大切にしたはずの回復力だけがどんどん消えていく。あー、強い強いぞー強いぞー。ほら、うん、ほんと渋い渋い回復回復力。あ、あ、お、水を火に。水が火で、あ、いけたいけた。水が火でいけた。行こう。はい。水ドロップがどれくらい来るかがかかっている。
ただ、はい、攻めるか。行きましょう。行こう。ドロップ変化器、はい、火。そしてドロップ強化器。これ多分勝ったな。行くぞ。参ります、はい、4倍。さあどうでしょうかね。倒したでしょう。素晴らしい。余裕の戦いなあ。ねえ、猛炎の塔すごい。魔法石を一ついただきました。10個目。村井さんのパーティーの変換の組み合わせが本当に絶妙だったな。よかった。まあ副属性なんか枯渇しすぎでやばいけどなんか光ホルスの存在がなければ成り立たなかったゲームであった、はいはい。ただ皆様これで猛炎の塔をクリアすることができました。なんかこのテクニカルダンジョンのこの猛炎の塔に関わらず限らず、はい、この属性縛り、その属性ドロップなしのシリーズってなんか割とオーガを育てるというか。そうですね、オーガゲーじゃないですか。なんかスキルでボーンと倒して、あの防御力をね、あのなんとかストライクとかで抜いていくみたいな勝負じゃないですか、はい、あのこういう戦い方も可能でございます、ね、バーリスできましたね。参考にならないと思いますが、どうぞご参考にされてください。以上でございます。ありがとうございました、はい。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます、この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで